それか今まで、あ、そういえばね、あれ、今日はうちの教会では11月が新年なので、新年度、新しい年なんで、新しい年なんで、今日が1年の最後の礼拝です。そうです、1年の最後の日曜日、1年の一番最後、今日が。そうなんです。で、みんな、その年の御言葉というのがあるのを知ってる？知らない。知らない。まあ、ちょっとね、CS でも言った方がいいかなと思うけど、フィリピの4の4で、4章4節。フィリピ4章4節で、いつも主にあって喜びなさい。フィリピ4章4節ね。で、これは、まあ一応、御言葉はね、ずっと与えられたらね、何年も続くんだけれども、一応今日が最後の、ね、礼拝で1年間この御言葉がね与えられて、いつも喜んでいなさい、いつも主にやって喜びなさいってね、いろいろ語られてきました。で、風の響きでもね、喜びとかジョイとか歌を、ジョイって喜ぶっていう意味だよ、知ってた、ね、ジョイって喜ぶっていう意味だよね。なんで、一週の特徴はね、喜びの歌が多かったですね。で、二週は何でしょうかね。はい、ということで、まあ、それ一つね、そういう言葉が与えられていたということを覚えておいてください。で、では今日のお話にちょっと入るんだけれども、今までですね、どんなお話を聞いてきたか覚えてる？これで最後になった。ああ、知ってる、はい、魚がいっぱい取れたとか、はい、弟子のシリーズだったんだけど、先週学んだ弟子の名前は、テモテじゃないよね。テモテが弟子の名前ですね。また来週もあるの？何でしょうね、何でしょう、何だったんでしょう。そう、ペテロ、ね、しゅんちゃんのお父さん、ペテロ。なんか人を取る漁師。そう、人間を取る漁師ということで、人間を取って、はい、前回やったワークシートペテロで、その前は誰だったかな。これ誰だっけ。これちょっと難しかった。はい、あ、エタナ、はい、ピルコ、後ろの人で言えない、エタナ、はい、わかった。ピコとナタエル、ピコとナタナエルで、その前の人は誰だった。誰だっけ、忘れちゃった俺。はい、アンドラ、あ、目のいい人は見えた、はい、アンデレでしたね。とりあえず弟子シリーズは今日で一段落ということで、今日の人は弟子というかどうかちょっとわからないんだけど、こういう人です。ペトロのね、ニコラ、ニコデモ、見たことある？ニコデモ、ニコデモっていうね、デモ、ニコデモ、はい。これ、ちょっとしたシャレでね、猫でも救われるってね、言う人がいて、猫でも。ユダなら知ってるよ、ユダ。猫でもっていう人なんだよね。で、あえてちょっと聖書箇所は後で言いますけど、ここ、うん、後で、そこでもいいんだね。44って言ってる。そう。はい、でね、ニコデモっていう人は、パリサイ人、はい、パリサイ人だったんですね。パリパリしてる人じゃなくて、この人はユダヤ教のね、人で、ちょっともうね、年を取ってたみたいです。おじいさん、何歳かわかんないけど、ちょっとしたおじいさんだったみたいなんだよね。それでね、そのパリサイ人というのはね、厳しい決まりを守る、救われるためには決まりを守んなきゃいけないってみんな思ってたわけだよ、イエス様って。決まりを、いろんな決まりがあって、いろんな決まりを守ることね。例えばほら、みんなも決まりあるでしょ、学校なんかに。校則なんかある、学校で殺しちゃいけない、あれしちゃいけないとか、廊下で走っちゃいけない、廊下走っちゃいけないとかね、人を叩いちゃいけない、人を叩いちゃいけないとか、はい、あとは階段から人を落としてはいけない。ありますか。それ言ったらいろんなことが出てくるよね。ね、はいはいはい、学校の決まりだったらわかるんですか。はいはい、例えば、下が地獄館であって、そしてそれが入った入り前 で、はい、でそこに階段があるから、はいはい、階段があって、はい、階段で遊ばない、はい、あ、階段で遊ばないね。そうそう、危ないからね。で、決まりにはね、いろいろ理由があるんだよね。怪我しちゃうから。
そうそうそう。でね、その決まりを守ることが救いだって思ってたのはこのパリサイ人っていう人々なんですね。パリパリ。そう、それでね、しかもね、旧約聖書をとってもよく知ってて、旧約聖書に関してはすっごくね、もう何でも知っているという人だった。そのしかもおじいさんだから指導者先生ね。その人が、ね、その人がある夜イエス様のもとに来たんです。夜ということはどういうことを意味しているのか。夜、昼なんでもなかったのは、じゃあね、寝てる時の夢、まあみんな夜寝てるかもしれないけど大人は起きてるのね。でね、そのね、イエス様も起きてたのね。で、ニコデモはね、こっそり来たわけだよ。こっそりっていうのは昼間来ると目立つから。で、なんであのニコデモ、ニコデモパリサイ人のね、あの指導者の人が来るんだっていうことでね、目立っちゃうから夜ひっそりと来たわけです。トロボンみたいね。そうね。で、あのこっそりと来て、そして、ね、イエス様とお話をしたんだね。で、イエス様の噂をいろいろ聞いてたみたいです。で、病人を治したとか奇跡やったとかね。でもイエス様ってなんか普通じゃないんじゃないか、もしかして神様なのかなみたいな、ね、でもあの神様信じてないからね、イエス様のこと信じてはなかったんだけど、先生あなたはね、神様から使わされた人ではないですか、そうじゃなかったらあんなねすごいことできるはずありません、ね、というふうに言ったんですね。そしたらイエス様はこう答えた。誠に誠にあなたに告げます。どことか誠を閉じた。マコのデコ、マトに、マトの、マトってあのマト、マトの子に、マトの子ってあの子、マト子にマことにあなたに告げます。はい、ちょっとね、あくまで字が汚いんだけども、ね、こう言いました。誠に誠にあなたに告げます、人は何々しなければ神の国を見ることはできません。さて、ここに何が入るのかという問題。あの神の国を見るってどういうことが分かる。神の国、神の国って何。ここにいるよ。神の国、天国、天国とかね。あの4歳の男の子がね、あの死にそうになって天国に行ってきたっていうのが映画でもうすぐ、まあ、本になってるけど、天国はある、本当にある。実家にも行ったことがある。そう、ね、で、あの天国、神の国、そう、永遠の命、救われるってことでね、なんかね、英雄になる映画とかの天国。で、ね、これ何に入る、女子条件、天国に入る条件とは何か。イエス様はこう答えたんですね、子供の質問に対して。何々しなければ、何をしたら天国、どうしたらお祈り、感謝、お祈りかな、感謝かな、違うね。さて、神様を信じるが神は神様の国は条件、人は何々でなければ神の国を見ることはできません。わかんない。神様を信じれば十字架を信じれば。そうだね、まあそうなんだけど、イエス様その時はこう答えなかったんだよね。十字架じゃない、なんて答えたの。言葉、十字架は後で自分でかかるわけなんだけど、十字架ってこれ、はい、ちょっと、そう、じゃあ答え言っちゃうかな。あ、どうぞ。新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。赤ちゃんからまた入り直す。お、素晴らしい。そのことをニコデモ答えたんだよ。まさしく、まさしくね、ニコデモはそう答えたの。赤ちゃんになって、もう一回ね、お母さんのお腹入って赤ちゃんとして生まれなきゃいけないんですか、そんなこと無理ですって答え。まさしくその通り。天国に行って神の国で、そういうことじゃないんだよね。ね、それは無理でしょ。はい、ではどういうことなのか。はい、その次です。じゃあ聖書ちょっと開きましょう。ヨハネによる福音書3章。はい、ちょっと何ページかわかんないんだけど、ヨハネによる福音書。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4番目の福音書ね。マタイ、新約、旧約。新約聖書、ヨハネによる福音書3章16。3章1節からちょっと見てみましょう。3章1節からどこですか。3章の1節から全部かな、まあ、でもほらあと全部読めないんで、お話はずっと続くんですこれね。で、今あの見てもらいたいのは、まあ、今の話で3章1節から、
ね、ニコデモが来て、まあ、ユダヤの指導者だったと、ね、で先生って、ね、イエス様に言った。で3節が今言ったね、新しく生まれなければ神の国を見ることができません。4節がダビデ君が答えてくれた、ね、人はもう一回ね、生まれなければ、老年、もう一度お母さんの中に入って、ね、お腹の中に入って生まれることができるんでしょうか。そしたらイエスはこう答えたんですね。5節、誠に誠に、3章の、今はね、6節、あ、5節だ、5節。イエスは3章、3章。でちょっと待ってよ、3章、ヨハネに行って、3章、3章。3章、5節。ファリサイ人たち、これは同じなんだけど、ユダヤ人の指導者ってどういう先生、リーダー。そう、先生、リーダー。学校の先生。そうそうそう、リーダー。リーダーはね、リーダーと副リーダーによらなければ、また副会長、何にもできません。副会長先生が副リーダー。何にもできません。はい。でね、こう答えたイエス様、また難しいこと言ったんだよね。なんでこれは聖書に書いてあるんで分かった？誠に誠に、何々と何々に生まれなければ、はいはい、そう、水と御霊。お水、そう、これは何でしょう。水わかる、水わかるよね。じゃ御霊は何？御霊って、なんだ、御霊って何のこと？何のこと？別で、別の言い方すると御霊、霊、または霊は霊でも怖くない霊、怖くない、怖くないよね。人に取り付く霊、金縛り霊、そういう霊じゃなくてね、聖霊、神様のこと、聖霊という意味です。御霊ってのは聖霊って意味で、これどういうことを言ってるのかっていうと、洗礼のことを言ってるんだよね、水っていうのはね。で生まれ変わるって意味合いのことを言ってるんだよ。もちろんね、洗礼を受けないとダメってんじゃないんだけど、それは一つの印であってね、信じることを言ってるんだよ、印、ね、印、そうそうそう。でだからね、はい、まあ、さっきね、さっき答えてくれたように、神の国に入るにはやはりね、イエス様を信じて、イエス様の十字架を信じること。十字架ってどうやって信じるの？ね、イエス様の十字架に、自分の罪のために十字架にかかってくださったことをただ信じるだけでいい。でもその時代ダブルそう、生まれてないんだけどね、2000年前も今も神様の目から見たら一緒なんだよ。マジ？そう、だからね、同じなんだよ、もうそれはね。だからね、十字架っていうのは今も、ね、信じることができます。悪魔、今もいる？今もいるんだね。どこにいるの？はい、それで、それでね、いい？人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。そして水と御霊によらなければまた神の国に入ることはできない。ということは、天国に入る、神の国をに入る、ね、また永遠の命が与えられる。それはどうしたらいいのかというと、今言ったようにイエス様を信じることなんだよね。で、なぜじゃあね、人は神の国を見ることができず、天国に入ることができず、永遠の命を持つことができないのでしょうか。あ、地獄でも永遠に生きれるじゃん。地獄大変だよ、ね、地獄は暑いし、暑いし、ね、そう。でもね、考えたら本当にね、多くの人がもうね、地獄に行ってしまうかもしれません、ね、いや、前の時代さ、全員100人たどると、はい、だいたい天国に行ける人って、あ、今小さかった、まあ、これからリバイバルが起きたらみんな天国に、ね、行けると思うけど、違う国はいっぱい起きてる。そう、だから日本では少ないんですね。貴重なの、みんなクリスチャンは貴重なんだよね。ね、だからね、まあ、自分は天国行くかもしれないけど、周りの人はね、地獄になっちゃうかもしれないよね。かわいそうに。そう、だから福音を述べ伝えるってことをやってるわけだよね。そう、で、なぜじゃあそうなのか、なぜ天国にみんな行けないのか。神様愛の方だから、みんな天国に入れてもいいんじゃないって思わない？だけど、だけど、でも神様って愛の方で、愛の方だけではなくて、そう、聖なる方でありね、義の方であるからね、罪をそのまま見過ごすことはできないわけだ。で、人間はみんなね、罪人なの。わかる？これ罪人ってね、わかる？だって悪いことしちゃうでしょ、みんな結構。ね、自然にやるのは悪いことじゃん。そうだよね。みんなそうなの。
ね、すごい悪いことした人も、ね、あんまり悪いことしてない人もいるかもしれないけど、金を盗んだり人を殺したり、ね、でね、そう、例えばね、あの人いい人って言われてても、そう、小さい罪と大きい罪あるんでしょう。これ岩に例えてみましょう、ね、大きい岩と小さい岩、ね、投げたらね、湖に投げたら両方とも沈んじゃいます。同じなんですよ。大きな罪でも小さな罪でも、そう、同じなんだよね、沈んじゃうんだよね。だからね、みんなだって罪持ってるからどうしても沈んじゃう。だから普通に沈んで当たり前なの。人間みんな沈んじゃう。それを、だからそれを神様が救おうと思ってどうしたのか。十字架に苦かった。そう。でね、これね、ちょっと見てください。ヨハネには福音書のね、その続きね。神様って最初に大工してたんでしょ。うん、でね、こう書いたんだよね。13節、誰も天に昇った者はいません、しかし天から下った者はいます、なという人の子は私です。イエス様はね、要するに下から上に来た人いないんだけど、上から下に降りた人がいるよ、これは私ですって言って、イエス様は言ってんだよね、私を通してでなければ神様を知ることができない、ね、って言ってんだよね、私を通してでなければ。これね、イエス様はね、そう言ったんだよね。そうなるとね、道は一つしかない、天国に行くにはイエス様を信じるしかない、ね、これをね、どう捉えるかがね、問題なんだけど、世の人はみんなそれを知らない。神様って特別な人、そう、そう、だからね、普通は人間ね、みんな悪いことをしちゃうんで、ね、今も悪いことしてない、なんで悪いことを知ってる、悪いことしちゃうもんなんですよ、ね、でね、普通は文句を言いたいもんなんです、ね、で人間ってみんなそれが普通なの。だからあえて感謝するとか、ね、悪いことしちゃったら悔い改める、分かる、悔い改める、最初にできた人があのリンゴみたいなの食べちゃったら、まあそうね、そう、それは現在ね、なんて知識として頭入ってるよね、はい、ということでね、今日はね、新しく生まれる、みんな新しく生まれてるかな、それがちょっとね、問題なんだけど、ね、悪いことしちゃったとしても本当にイエス様のことを信じてればいいのね、ね、そうすれば許してください、でも許してくださいってお祈りしないとダメよ、ね、悪いことばっかりずっとしてたらね。あ、先生、質問です、はい、もし天国に行く前に死んじゃって、でもその時に前に罪あったけど罪のお祈りしないする前に死んじゃって、そしてできてなくて罪がことを悔い改めしないで死んだら どうなんですか。ね、基本的にまずね、イエス様を信じてれば大丈夫なんです。それはね、イエス様を信じてることが必要で、その罪を悔い改めるっていうのは聖書にも書いてあるんだけど、それは常にね、いつも罪を悔い改める必要があるんだけど、神様は全て知っておられて、ね、許してくださるし、私たち一人一人愛して、でみんな特別にね、救われたわけだからね、まあ、そのことも覚えておいてください。はい、ということでまた文休で、勉強いたしましょう。今日ですね、ちょっと暗唱聖句が、ちょっと消しちゃったんだけど、聖書みんな開いてる？はい、3節をでは読んで、3節をみんなで一緒に読んで、今日の暗唱聖句、ヨハネの？ヨハネ3章の3節、まあ、つまりね、この後ね、すごい有名な聖書の言葉が出てくるんです。聖書がもし全部なくなっても、この言葉だけ残れば聖書のメッセージ伝わるよっていうのが3章16節、これはみんな本当は暗記すべき聖書、3章16節、これは今日の言葉じゃないんだけど、何かっていうと、これ知ってる3の16、先にちょっと見てみる、これこそ、ね、聖書の中の聖書、ね、素晴らしい、聖書がなくなったとしても、この一つのメッセージが残ってれば、もう聖書の神様の意思が伝わるという聖書です、言葉です、3章16節、ヨハネは英語でジョンですね。で、3章16節なので、アメリカでは、そう、ジョン君のジョン、ジョン3:16って言われてるぐらいね、それで通じちゃう有名なものです、ジョン3:16。はい、では一緒に読んでみましょう。開か123、はい、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人をイエス様をね、神様が与えてくれた、それは一人も滅びないで皆が永遠の命を持つためなんだってことだ。これはぜひね、暗記してね、暗記しましょうね、これからね、暗記、暗唱聖句、3章16節、もうすごい大事な聖書の箇所です。はい、では今日の御言葉に戻るよ、後でね、文句でやるけど、はい、5節、3章5節、イエスは答えられたから、はい、では一緒に読んでみましょう。
3章5節、イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって、あ、違う、間違えた、3節でした、3節の方ですね。イエスは答えて言われた、はいはい、誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。そう、どういう意味ですか。そう、あのね、みんなはね、だって生まれた時から教会してるからね、いつ信じたかって分かんないでしょ。例えば私の場合は高校生の時にはっきり信じたから分かるのね。そう、はっきり信じたから、その時にあのすごい、なんていうの、精霊の体験っていうの、ね、まあ、そういうね、あ、本当にはっきり分かったっていう体験があるんで分かるんだけど、新しく生まれるっていうのは、まあ、みんなよく分かんないかなと思うんだけど、あの信じてたらもう新しく生まれてます、ね、信じてたら、ね、そういうことを覚えてます。信じて、その信じ続ける、ね、途中でね、あの、やめたとか言っちゃダメよ、やめた、ね、迫害かなんかになってね、ええー、前神様信じてるのみたいな、信じてませんなんて言っちゃダメよ、信じてるけど、それが何かできないの。はい、ではお祈りします。天の神様、お祈りします。どうぞ私たち一人一人がさらにこのあなたの思いを受けて、また幸せなことができるように導いてください。また新しい年においても、ミスが豊かな祝福を与え、また御言葉をさせてくださいます。感謝してイエス様の名によってお祈りします。